私の子供の頃、昭和30年、40年代に嫌韓反日などはありませんでした。人間社会ですから多少のいざこざくらいはあったでしょうし、喧嘩だってあったでしょう。でも今のようなあからさまな喧嘩や反日などありませんでした。日本人と韓国人はそこそこ仲良く暮らしていたことが実際です。その後1972年に私は韓国へ留学することになりますが、韓国へ行った時も反日などありませんでした。私が韓国に留学した当時はまだ日本統治時代のことを知っている人が多く存在し、日本語も話せる人がたくさんいました。私が日本から来たことを知ると、日本語で話しかけてきて昔を懐かしんでいたのを覚えています。その日本統治時代、その時代を韓国で過ごした日本人の方が書いた本や記録を見ると、それなりに仲良く生活していたことがわかります。そうなんです、昔は反日喧嘩などなかったんです。でも独立運動があったという人がいるかもしれませんが、それは一部の人間によるものであり、3月1日当日のデモ行進などは過激な独立運動組織による脅迫などで無理やり街頭に出たという証拠があります。出てこないと家に火をつけると脅されて仕方なく外へ出たということなのです。自発的に参加した人は少なかったのではないかと思います。そうですよね、平穏に楽しく暮らしているところへ独立運動の組織が騒ぎ出していい迷惑だったのではないかと思います。韓国で独立運動家といえば誰もが知っているキングがいます。彼は1876年アンヘドーヘジュに生まれますが、1896年シガホ事件を起こします。これは食堂で食事をしていた土田という日本人の商人を民兵暗殺に関わった軍人だという妄想の果てに暴行、石と鉄の棒で撲殺し、金品や馬を奪い、死体を凍った川に捨てたという事件です。その後逮捕され強盗殺人犯として死刑判決を受けましたが、後に脱獄、1919年3月1日独立運動が失敗に終わります。その後上海に亡命して大韓民国臨時政府の設立に参加、李承晩臨時政府大統領の内務大臣など務めています。前述のシガホ事件当時彼はまだ20歳でした。その若さでこんな残虐なことをするんですから、初めてだとは思えない。以前からいろいろとやっていただろうと韓国の学者たちも言っています。要するにテロリストだということです。韓国左派はこのキングを独立運動の神様のように崇拝します。キングは実績もない独立運動家であり、左翼に作られた英雄です。最近保守層ではこのキングをテロリストとして認定する人が増えています。私の知る限り独立運動と称して中国へ亡命し、満州で暴れた連中は金持ち先人宅に押し入り、食料を奪い、金品を奪い、暴力を振るっていたということです。名前が独立運動家でもやってることは盗賊です。この盗賊を討伐するために関東特設部隊が投入されたのです。関東特設部隊は朝丸寺による特殊部隊です。その特殊部隊の中にはその後韓国陸軍の初期の英雄たちが多数いますが、韓国では日本に協力したということで反民族行為者として断罪されています。私が以前紹介したことのあるペク将軍もその一人です。無法者を討伐しただけであり、仮にそれが同胞だとしても法を守らず悪さをしているのですから取り締まって当然のこと。それを韓国では売国、反民族行為などと
罵倒します。合法的に自分たちの主張を訴えるのであれば問題ないのに、海外へ亡命してテロ活動をしているのであれば黙って見ているわけにはいかないでしょう。独立運動が今の繁栄した韓国には何の影響も与えてないし、全て無駄だったと私は思っています。だからそんな独立運動家に勲章を与え称える韓国社会はおかしな社会だと思っています。日本統治時代は日本人と浅丸人が仲良く暮らしていたと思いますし、一部の不貞な浅丸人、共産主義に染まった浅丸人などが過激な暴力集団となり犯罪行為を繰り返していただけです。平穏に暮らす浅丸人にとっては迷惑な話だったと思います。1943年度の浅丸人志願兵の志願者数30万人を見ても、浅丸人がいかに日本人として生活していたかがわかります。日本を憎んでいる人などほとんどいなかったと私は思います。だって憎む理由がないからです。浅丸時代に比べてはるかに生活は豊かになり、インフラも整備され、病気も減り、仕事も増え、悪いことなどなかったと思います。浅丸人は日本統治時代を楽しく暮らしていたと思います。浅丸人初の女性飛行士や世界的な女流音楽家、オリンピック金メダリストなど、封建的な浅丸時代には想像もできなかったことが起きていました。ところが残念なことに、敗戦と同時に浅丸社会は一変しました。 GHQ の政策の失敗もあり、刑務所や地下に隠れていた赤旗系の浅丸人が今がチャンスとばかりに飛び出してきました。立場が逆転した瞬間でした。それまで逃げ回っていた独立運動家、抗日テロリストが表舞台へ上がってきたのです。日本人として楽しく生活していた浅丸人たちは、抗日浅丸人の制裁が怖いので皆黙って地下へ送ったのでした。その後戦争を経て現在至る過程で反日左翼政権が続く中、嘘の歴史で国民を洗脳し反日感情を植え付け、日本人が韓国を嫌うような工作が始まったんです。この工作は中丸、北浅丸、韓国左翼、日本国内左翼が合同でやっています。だから日韓の問題ではないと言いたいのです。右と左でもありますが、嘘と真実の戦いだと思います。韓国が好きでない方に好きになれと言っているのではなく、喧嘩反日は日韓分断工作なんだということです。分断させて喜ぶのは北浅丸や中丸です。安全保障上現実問題として分断は望ましいことではないです。ここは好き嫌いを離れて現実的な問題として喧嘩に踊らされることのないようにしたいと思っています。喧嘩反日は近年工作によって作られたものだということです。近年この作られた反日感情によって日本人も韓国人が嫌いになってきていることは事実です。ですからこれまで話したように、もともとはそれほど仲が悪くなかった日韓の国民なのです。いつの間にか反日教育に洗脳され、おかしな感情を持つようになってしまったんです。真実の歴史を知ればそれほど悪い関係ではないことくらいわかるのです。金所長がいつも言うように、嘘をつく民族に未来はありません。その嘘により日韓が分断しつつあるのです。これからも本当の歴史を明らかにすることで韓国人と日本人が嘘から目覚めることを願います。